面の魔王ザ・デストロイヤーとの死闘。昭和38年12月2日東京体育館からの日本テレビの日本プロレス中継。この試合が力道山のインターナショナル選手権試合最後のテレビ放送となった。力道山は一勝も挙げておりません。レスラーのメンツにかけても何としてもデストロイヤーに打ち勝つんだというチャンピオンの力道山です。240パウンド、挑戦者のザ・デストロイヤー。ゴングなりました。決勝の3本目です。なんとか空手打ちのきっかけをつかまなければなりません。チャンピオンの力道山です。あっと、反則のパンチが3本目にして初めて出ました。デストロイヤーの反則のパンチ。しかしチャンピオン力道山に対しての反則攻撃はかえって墓穴を掘るようなものであります。力道山の空手チョップのタイミングが出てまいります。ニードロップ、しかし激しいニードロップです。膝落としを辛くも力道山、足をロープにかけましてブレークで逃れました。両方の膝を使います。ダブルニードロップ。左足をうまく外しました。力道山、デストロイヤーは大きく尻餅をつきました。空手打ちが出ます。空手打ちが出ます。空手打ちが出ております。しかし腕を交差させてこれをなんとか防ごようというザ・デストロイヤー、ロープに詰まっております。場外へ転落しました。これはもちろん空手打ちを封じる作戦のうちに入っております。またも場外へ逃れました。さあ1対1の後、決勝の3本目です。チャンピオン力道山にとっては18回目の防衛戦です。またも4の字固めの体勢ですが、力道山辛くも避けました。左足を取られております。体を逆転させましてチャンピオンの力道山、二度と同じ技にはかからないと自ら言っております。この足が入りますと4の字固めになってしまいます。さあ大いに力が入ります。セコンドの東郷がロープ際に倒れております。力道山に盛んに応援を与えております。おっと、四の字固めの体勢に入りました。しかしデストロイヤーロープを掴んでおります。ロープを掴んでおります。力道山もロープを掴みました。ロープを掴みました。ロープ際での四の字固め、これはロープブレイクです。絶対に固まってしまいます。四の字固め、この体勢に入りましたが
チャンピオンの力道山にとっては幸いであります。ロープ庭でありました。またも四の字固めの体勢ですが体を逆転させました。辛くも避けております。強引に力強くしかも執拗にザ・デストロイヤー四の字固めの体勢に入ろうとしております。しかしチャンピオンの力道山辛くもこれを避けております。ロープを掴みました。ロープブレイクです。しかしいかにせん立ち上がれません。チャンピオンの力道山四の字固めに対抗するような強力な寝技は持っておりません。チャンピオンの力道山です。かつては宝刀の空手打ちあるいは必殺の岩石落としがありますが現在ではデストロイヤーの有利動きません。おっとうまく蹴り返しました。デストロイヤー場外転落。力道山も場外へ降りました。リングに頭を打ち付けております。力道山うずくまりました。デストロイヤーが場内に這い上がろうという場面力道山この足を引っ張りまして引く。さらにまたもデストロイヤーヘッドロックからリングに頭を打ち据えました。腕を巻き替えて3回目リングに頭を打ち据えますがここで岩石落とし。力道山の必殺技岩石落とし殺されました。立ち上がれるかチャンピオン力道山。力道山立ち上がりました。力道山立ち上がりました。デストロイヤーもしかし立ち上がっております。大きいレフェリーチャンピオン力道山の手を高々と差し上げました。チャンピオン勝ちました。2対1チャンピオン勝ちました。7分33秒。力道山が2対1、18度目の世界選手権防衛に成功いたしました。力道山は文字通りその汗と力でプロレスの王者としての道を歩いてきた。根性あふれるその目、ファイトの塊のようなその顔、そして相手を一発のもとにマットに沈める空手チョップ。力道山は最も日本人好みの日本人らしいファイターであった。彼は不慮の死を遂げ帰らぬ人となった。今力道山死して20年。しかし彼が残していった遺産日本のプロレスは今も変わらず多くの日本人を熱狂させ続けている。